ああ。今度は離婚してきて。F タック離婚使いたかったのに。いや、使えるけど。アタッチメント。アタッチメントは重要さ。それドミネーションだな。ドミネーションや。ちゃんとカメラ見てない。わあ、こんな今目がしょぼしょぼしてる状態で、アタッチメントのないスナイパーがまともに使えるだろうか。なんでしょぼしょぼし。花粉のせいだわ。あ、やブべ。まあ、俺、花粉症ないけどね。忍者に。ただね、明らかに飛んでるんだろうなっていう気がした。車めっちゃ汚れた。ああ、花粉で。びっくりするほど汚れた。雨降ったわけでそもんないなの汚に、れるもんだ。びっくりしちゃった。ヘッツ CEO って俺ピン150か。なんか俺も高いよな、これきっと。そっち 70？ のピン。そっち68になってる俺は。どうしよう俺。あ スナイパーでそれはきつくね。いや、先抜いても大丈夫。なるほどね。きつくね。いや、カメラ出たからつけたいんだけどな。わしまたゼロキルっす。ゼロオッケー。キル。明らかに弾が当たるのもそういうの。それは俺。やべ、シープ裏来るよ。ちょっと待って、俺。そうじゃん。覗いてる間の感度1ミリもいじってないから、そりゃ遅いわな。ああ、なるほど。いじらんとダメだ。強いな、これ。いやピンなんとかしてくれ、マジで。なんで俺3つもピン悪いの？失礼だよ。いや、俺だって悪いから。俺はそっちの2倍あるんだよ。いや、数字はでかい方がいいじゃん。いやー わけが分からん。大昔、ピンというものは数字がでかい方が最強だと思って。999とかいうピン。なしゃいた気すんな。確かにいた気がする。ピン制限がかかってない BF のプライベートサーバーとか魔界だったから。やべ。つけ、本当に弾当たんねえな。下手くそ。SPX 強くね？ピンテク女子の迷彩チャレンジでシップメントがナイフ振り回して走ってたら立ち回りもクソもなくなりました。シップメントはね、よくないよ。自分が下手くそになってることがね、しみじみと 時間できる。ガチで。SPX 強くね？強いと思う。自分が強くなったと勘違いしちゃうぞ。あ、それはいいカメラだね。今カメラ見にやめるよ。グレイトカメラだな。V トールゲット。スナイパーいけるわ。いける？いけるね。いいよ。あ、カメラ壊れちゃった。うらほら、スナイパー敬遠しがちだからな。ただ覗く頻度はね、絶対に上がるんよな。スナイパー使っていれば、使ってること。アサルトライフルなんてもう、我がみたいに折り合って突っ込んでも、敵がいたら撃てって感じでしょ。UAV だと。ああ、そりゃ無理。何かしらは出そう。
シグナル以外のレンスナって今後出るんすかねー。別に近づいてこなくなっちゃった。レンスナーはなんか一歩あったらもう出なさそうなイメージがある。そうだ。今のスナイパーのラインナップでバレット的存在ってあったっけ？シグナル。まあ、シグナルがそうなるか。わ、めっちゃ覗いてんのに全然来ねえ。常に覗いてないよな。心配性だから。あ、嫌な音。嫌な音。あれ、なるほど。あ、ここら。あ、燃やすな。左行った、左行った。行ってない、俺が倒す。もう一人行った、もう一人行った。俺が倒す。あ、入った、入った。うん。倒して。倒した。どうする？エフタックリコンのために使ってる武器だが、いつの間にかこいつばっかり使ってるかもしんないよ。ハマった。事件だわ。カメラ落ちた。あー、くそ。ちっとー。弾なくなっちゃったよ。ついていねえし。あれ？なんかこの辺に打っとか。なんで拠点どこも取られない？スポンかわからん、うん、俺もわかんない。弾ねえんだよな俺。なんでカメラついてない？あら、なんだこいつ。カメラがやめれない。はい、めちゃくちゃ適当に破壊放置した。偵察飛行を許せする。敵の反撃了解だ。チャーリーを取られるぞ。フラッシュ板を投げる。はい、強くねえ SPX。 ソシャゲスタミナ消化中の突然死案。突然死。あ、もう味方の地雷で。ラジコンおもちゃ壊されちって俺。大事な大事なおもちゃが。やべ、また適当に撃っちゃったな。パクリコ。俺破壊機ポンポンやってる間に A を取ってくれ。A 誰もいないんだ。あれ、前押さえてた。おい、なんかめっちゃ取られてる。出す。はい。スナイパーの欠点と言ってもしゃあないけど、突発的な戦闘に対応できないのダメよね。まあ、めちゃくちゃ無理言ってるけど。ああ、もうなんか反所という反所に遭遇しないのがありがてえよ。それ一撃距離内だったらほぼどこ当ててもワンパンだった気ですけど。どこでも焦点武器だわこれは。そうそうそう、どんなやつでもこの一発で気持ちよくできちゃう。俺は B を取る。いやピンピンピン、一生ピンのせいにしよう。誰か無理だ。ゲット。ラスターマインちゃん、感度足りん。感度上げねえとダメだこれ。うわ、敵もカメラ使ってきやがった。よし、
あ、いいわ、スナイパー。ミッション完了だ。よくやった。いい。いい。トップじゃん。エイム中の感度上げよう。